資源エネルギー庁によりますと今月20日時点のレギュラーガソリンの平均価格は173.9円で前の週に比べて2.7円値上がりしました3週連続の値上がりです原油価格は高騰していて政府の補助金がなければ215.8円になると見られていました